ワンチャンあるやん、クリスマスシャルの。なあ、その新規解放、新規転生かもしれんけど。わ、強っ。ウツロとエルニオを持ってて、アスラも持ってるとか。反則級の編成の強さしてるやん。無理じゃん、そんな。あえてオラクル持ってる。撃ってきそう。撃ってこないな。よいしょ。ここは、オラクルずっと警戒するだけマン。絶対飛んでくる、こんな。怖っ。怖っ。あー、今のロブはしなくてよかったやつやな。飛んできそう、来ないんかい。え、どうしようかな。この子で SS 打っていいのかが分かれへん。やべ。うわ、アウトやった。いやー、めっちゃもったいないことした。なんかアウトでも取ってまうよな。こんななんか早い展開やったら、なんか遅い感じでアウトしてくれたら、まあさすがにそれはさ、ジャッジできるけどさ。うん。エルニオか。これほんま無理やな。ドリンク置いときたい。M セレのために置いときたい。ホールドリすればよかったな。いや、あ、子供だ。やめてよ。そんなダイブするだけマンやめようや。なあなあなあ。これ、温度抜けんちゃう。あ、やべ、バレてるバレてる。温度打つのバレてるよ。いや、遅ーい。遅いけど決まる。ちょっとごめんやけど、ちょっと、多分、半年ぶりぐらいにホールドリします。半年はちょっと言い過ぎかも。これ、この子で行くべきじゃない。あー、これはあれやったな。セレナに変えとくべきやったかも。やば、弾、ちょ、ちょ、ブレ弾も普通にえぐいな。あ、その子で来る。あー、違う、SS 溜まってない。溜まってなかったら特殊状態解除ができない。やば、それ、だいぶされるん。うわ。やばいって、なんでそんな前に貼るん。怖い怖い怖い。ちょ、やめてよ。なんでなん。えぐ。これ負けだな、普通に。これ MVP セレナでしょ。うわ、今アウトしたかと思った。うわ、でかい。これ抜けたんは結構ラッキーやな。しかもドリンクまで来た。ただ、多分 L2 を出してくるでしょ。最強すぎん、その二人。最強の二人やん。あれ、スペシャルじゃなかった。わー。いや、マジでだるいわ、これ。スペシャル変更無理ゲーじゃん。ドカーン。いや、無理じゃん。だってこれさ、対決ルカ出しても、まあどうせ勝たれんか。やけど、それ出したとしたら、その相性の家、新生ウツロが来るわけやろ。いやー、ほんまキャラが弱いな、俺。めっちゃ追ってくるじゃん。ガチャポであったりとか、まあいろいろ集めていくと。で、ガチャポが集まったらガチャ引けるやんか。それで、まあギアガチャは、とりあえず後回しでいいと思うから、まずはキャラ集めて、それでキャラがある程度揃ったら、まあギア、みたいな感じやとは思うんやけど。その間に PS とかも磨けばもっと強くはなると思うから、さっきも言った通り白猫を手にする役立つ動画っていう再生リストがあるんで、よかったらそこからね、自分が上げたいスキルを見ていただけたらなと思います。例えばまあソアラとかやったらさ、まあソアラ今使ってる人はらんな、誰がおったかな。ジャスト出したら強いキャラがちょっと今パッと浮かべへんねんけど、まあジャスト率を上げることによって強くなるキャラとかもいっぱいおったりするから、それを見るであったりとか、消える弾が苦手なのであれば消える弾の取り方っていう動画出してるから、それを見るのもありですし、あと全体的に PS の上げ方というか戦い方がわからないんやったら、多分一番上の方にある動画を見たらわかると思うんで、自分が習得したいスキルを、のやつを見てください。よいしょ、やべ。新生移るは厳しい。やめて。いや、このほんまスローレベルじゃないわ。移動速度マイナス35がマジいかつすぎてどうしようかな。キャラ変えてこないの？でも俺、交代時でこれ体力回復じゃないんよな。この MVP セレナ。やべ、相手レフコスゲットしたな。あ、やばいやばい、ミスった。危ね。やばいやばい、これやばい。これ永遠にボレーされるやつ。やばい、こん中入ってしまったら移動できひん。1、2か。相手レフコスもゲットしてるから、それ警戒しながら戦うのしんどいな。でもどうしようもないもんな。打球効果無効もあるからさ、特殊状態解除もできんの、マジいかつすぎん。これラッキーやね。体力なくなった。レンファとルカどっちが強いですか？じゃんけん的に、どうなんやろな。うつろおる人は絶対レンファと組み合わせた方がいいとかあったりはするんやけど、その対面なのであれば、俺はルカの方がちょっと有利かなと思ってるけど、一応その何？ルカの方が勝率は高いんよ。俺が戦ってる中ではね。ただ、なんて、上手い人のレンファはマジ勝ち目が全然
ない感じに感じるから、なんていうの、あの全然勝てる気がしない試合がよくあったりするんよ。だから結局同じ PS 同士が戦ったらどうなんて感じはするから、だから俺が多分レンファ使っとったらレンファの方が強いって言ってるかもしれへん。ただ俺はルカ使っててルカの方が勝率高いからルカ言うてるだけの可能性もあるし、ただルカで戦うのであれば陣は割らないようにして、あのまあボレーエリアとスピンのところのエリアの狭間でずっと返球することをお勧めいたします。そうすることによって相手の SS 別にオンザとかじゃないからさ、その全部陣に乗るわけよ。普通のスピンとか抜けてしまう可能性があるから、それは体で取るんやけど、 SS のめっちゃ速いやつとかは陣で取れるんで、陣を死守すればルカの勝ちやと思ってる。ただレンファがレフコスを持ってたら俺は勝たれへん。タクティシャンで SS 溜まる速度も見えたりするやんか。だからそれで、まあ、ロブレンされたりとかしてオンザ取られたら、まあ、GS でオンザ帰ってくるわけやから、そこが結構無理ゲーな感じはするんやけど、まあ、これどうしようかな。 SS あえてレンファで SS 打ってくれへんかな。打ってくれたらでかいんやけどな、これ瞬間移動できんもんな相手。いやそうなで、これルカ出したら相手新星打つだろ。マジで打つるレンファじゃんけん強すぎるんだよな。でもこれ SS 打っとこ、レンファ来た時用のために。うわでかっ。しかも俺次レシーブちゃうの、これは勝たせてもらわなあかんな。え、びっくりした、なんか今バグったんかと思った。なんか今一瞬画面全部紫になれへんかった、びっくりした。おー、びっくりした。これはどないするべきかな。ドリンク来た来た、ドリンク来た。あ、待って、ちょじゃあやっぱスペシャルボタンが欲しい、マジで。このなんかスピンとかを入れ替えてする、マジでさ、事故りやすいねんけど。俺だけかな、慣れとったらいいのかな。ちょっと俺には厳しいな。やばーい、めっちゃ無駄遣いしてるよ。スマッシュして。え、嘘、ちょ、リープしたって嘘やろ。スペシャルにできてなかった。まあ負けたー、こっちサーブやー。これ出したら相手は、レンファ出してくるでしょ。で、俺が対決するか出したら、うつろ出してくるわけよ。いやレシーブゲーじゃん、厳しいよそれ。いや俺がレシーブの時にさ全然勝たれへんかったんが悪いんやけどさ、そんなんひどいじゃん。取れない、移動速度マイナス35、マジ遅い。あ、まあ、レート高。対決ルカとアスラと MVP セレナ、あれやな、なんか男キャラおらへんねんな。なんかクレイの激強男キャラを入れてない人は珍しい気がするけど、上手い人のアスラマジ意味わからんぐらい強いからな。何？スマッシュか。いやほらもう意味わからんやろ、もうだってボレーやと思ってたらスマッシュだから無理やん。びっくりするやんそんな。いやこれルカ使うしかないんかな。ルカミラーになれへんかな。なれへんわな。いやこれやばい。わオラクル飛んでこんかった。とりあえず安全に陣出して、うわ体力ないのめっちゃでかくないこれ。わでかこれ。相手ルカで来てくれんじゃん。来てくれへんや。思ってんのと違う。相手あれかな、あドリンク来てもうたな。ジャストダメージ無効かな。てか最近アスラが雷出してること少ないからさ、あれやな、みんな多分アスラの体力が枯れないようにしてるんやんな、きっと。やんね、無理じゃん。アスラマジで定期的に特殊状態解除がほんまやらしすぎて、なんか厳しいほんまに。あと全体系ジャストとかエアモード2回使えるとかもほんまどないしたったらやね。危な、やばいやばい、それやられる。あー取れてる。取れないと思ったら取れてる。やばい、相手特殊状態解除するから SS 打ったらあかんな。ここで相手 SS 打ったら決まりそうな気がもうせんでもないけど、特殊状態じゃない感じで戦うのは結構厳しいと思うから打たないことを選択した。やばそれ、やばい、マジで届いてくれ、無理だ。これ取れたらな、特殊状態解除の循環がいい感じに終わってレシーブに打て取ったんやけど、いけ、ほらこれ取れんねんで、やばくない。アスラ最強でしょ、危な。そんな入れ歯ギミックばっか狙わんといて、怖。相手多分もうオラクル使えるよな、あやべ絶対来るやんオラクル。ちょちょちょ、スマッシュの時は打ってこいんけど、ここ今あれ打ってこんかったな、打ってこへん。よいしょ。え、これあれやんな、この入れ板ギミックって人貫通せえへんよな。なんかティナのさ、入れ板ギミックってさ、障害物ギミックと言ったらいいのかな。あれはなんか人貫通して、一発で失点してしまうけど、大丈夫やってな。いや、そっちかい。勝たへんわ、マジで。どのキャラでも無理じゃない？俺の今の編成やと。やば。ジャスト確定やからえぐいボレーできるしな、それ。今のはちょっと、
ラッキーな感じで決まったけど。よいしょ。耐えろ。いやー、それ無理。いや、ほんま、上手い人ってなんかもう無理やんな。何みたいな。どうやって勝ったらいいんですかってなるでな。